その話題をピックアップすると、うん、例えば N 国の話とかは、はい、はい、あのー、やっぱりこ今年、統、まあ、一地方選から始まって、えー、ずっと N 国が躍進していって、うん、で、今月またあのいろんなことがあって、うんえー、今度どうかっていうような状況にはありますけれども、うん、この政党がいろいろと、うん お、既存政党の脅威になるんじゃないかとか、うん、あのそういう中でいろいろと考えることが多かったので、うん、この、うん、政党のこともいろいろとまああのウォッチさせていただいたっていう意味ではすごい新鮮な感じはしましたね。うん、はい。あとはあの例はい、令和新選組ってありますよね。そうですねはい。例はい、新選組のあの。はい まあ100議席次期衆院選で出していくっていうのはまでも今私たち次期衆院選の評価付けとかいう情勢分析させていただいてると100も出せないんじゃないかというような擁立はちょっと難しいそれは野党共闘しながら出していくということになるでしょうから難しいと思いますけれども令和新選組なんかに対してはあのまあ次期衆院選何議席ぐらい取るであろうということなども我々はあのこの情勢分析で予測していますけれどもあのノートの方でね こ、えー、今年最後の評価を作っているわけですけど、でね、今、れいわ新選組についてなんかは、どのように感想を持ってますか、まあ、あのこの政党もやっぱり参院選の方で、2、え、議、ー、席を、かなりやっぱりあの予測以上の議席を取ったということでですね。うん この勢いがどれぐらい衆院選の方に続くかっていうのはまだ未知数なところがありますけれども、この勢いがあれば、衆院選の方でも議席をもしかしたら取ってくるんじゃないか、うん、というような予測をしていますし、うん、そうですね、えーまあ、小選挙区の方でどういうふうな戦いをするのかっていうのはわかんないですけれども、少なくともこの比例という観点でいけば、 あじゃあ、議席に届くんじゃないか、うん、どうなのか、というようなことも、あの、グラフの方で、えー、書かせていただいています。 かりました、えー、それからですね、えーまあ、次期衆院選がいつあるのかというところなんですけれども、まあ、ちょっと私が思う予測ですね、はい、来年のことを考えると鬼が笑うということなんですけど、まあ、今回本当にクリスマス異例中の異例で年末年始、まあ、ルタ君、はい、あの国会議員が逮捕されたっていうのは見た記憶ってありますまだ生きてきててたた初めての経験衝撃でしたか、はい 衝撃でしたうん。しかもね国会まあもちろん今閉会あの国会議員には不逮捕特権がありますからまあ閉会中がまあ本当に逮捕ということはしたいわけですけど東京地検特捜部がこう逮捕するというのは初めての経験だったんじゃないかと思います自分、はい、17年前に鈴木宗男先生がですね逮捕されたといったことがありますけどやっぱり異例中の異例ということで言えばあの この年末年始クリスマスに逮捕されたということとですね、えー、それからその逮捕直前に秋元司大義士がですねツイッターで私はそうしたやましいことがなくてそういったあの、まあのま身の潔白というかねそういったことをツイッターでツイートされてましたよねやはり逮捕直前の大義士がですねこのように自らの今の気持ち等をですねツイッター等で SNS で発信するというのもちょっとある種 新しい時代に突入したなと思いますし、まあ、このツイート自体があの捜査の行方どうこうと左右することではないんですけれどもやっぱり東京10国の有権者や支持者の方々に向けた発信ということもあるでしょうし、まあ、同時に今日自民党を離党されたわけなんですけれども、まあ、年明けに、ね、解散・総選挙あるんじゃないかとかいろんなこと今、あのルタ君取り沙たされてるじゃないですか。 はいええ、そんな中でですねあのやっぱりこの逮捕劇というのはあの安倍政権に大きく響いてくる当然、桜を見る会などの話もあるけど、まあ、それ以上にこの逮捕劇というのは大きかったと、まあ、あの本当に両方じわじわとボディーブローのように、まあ、内閣支持率も下がってますけど、はいうん、下がってるんだけど私は美曽ぎ解散みたいなことを打ってくるんじゃないかなというのも一つ予測したいと思います。 それはね、やっぱりあの通常国会いきなり始まると、もうこの話で荒れる可能性がありますよね、桜を見る会のこともあります。で,すね、で、まだ他も逮捕者が出る可能性もね、この火事の IR の問題では特捜部、狙ってる方々、も実際、今日白須賀さんってね、はい、あれは千葉3区ですか <の>ね、千葉13区失礼ししました、はい、千葉13区の白須賀さんこの方もあの今日家宅捜作入りましたねやっぱり年末のこの時期に家宅捜作入るっていうのはもうあのまず特捜が家宅捜作打つっていう時点ではっきり言って白黒グレーで言えばグレー以上黒です。やっぱり普通はそういういいいことないですからよい子の皆さんねだからサンタさんは来てほしいけど特捜部はやっぱり来てほしくないで。そう考えると えー、ちょっとですねこの辺りまだまだ捜査の行方も見守らなきゃいけないけれどやはりみそぎ解散みたいなことをしてくるんじゃないかなっていうのは、えー、やっぱり警戒しななきゃいけないけ特に野党はねと思うんですで、はい、12月31日までに野党合流ができるのかできないかっというところやや年内、合流というのはこれルタ君どうですかまだちょっと波が高いような印象を持ちます。 <で>そうですねやっぱり選挙区を見てても、やっぱりこれは調整しないといけないなというような選挙区がも出てきていますので、うん、現実問題ね、あの立憲と国民で野党共闘とか候補者調整していかなきゃいけないところと、たくさんありますので、やっぱりそこの現実的なハードルっていうのが高いな、うんうんうん それからあの空白区もですね山形1区、2区、3区とか、はい、野党、まだ空白区があるんですよね、はい、ルタ君。これは本当に私たち日本全国を毎日のように、ね、眺めて情勢を本当に日々あの精査してますからそういう目で見てると本当に野党はまだ空白区で全部で何個ぐらいありましたっけ、まあ、10個未満ぐらいにはなったかもしれないけどでもまだありますよね。 これはもうあの山形もそうですし特にその西日本ですね、はい、西日本の方でやっぱり兵庫県だとか、うんうん、あそうした西日本の方でかなりやっぱりまだあ野党が空白っていう選挙区がたくさんありますね、はいはい、だからやっぱりそうすると、えー、まだまだ選挙とても戦えるようなあの足腰というかもうスタンバイしてる状態でなってないですよね。 はい、これはまだ状況としては、やっぱり野党の方は足腰が弱いというか、公認がまだ決まっていないところも多いですし、公認、うん、決まってない方も多いですから、うん、あ実際現実問題として、それは、うん、あちゃんとした戦いになれるのかなっていうような部分。うんうんうん はい、臨時国会を見渡すと本当に、はい、あの菅原一秀経産大臣元経産大臣河井克行元法務大臣等ですねそしてその妻の河井安里、はい、参議院議員の不祥事等々あ,のありましたけれども、えー、彼らはあのまだ議員辞職をするとか自民党を離党するとかそういったことは何もないんですけれども、えーはい、とはいえ、まあ、木本司さん本日逮捕で自民党を離党しましたけれども、まあ、そういった不祥事を政て 政権与党は抱えていると言いつつも、えー、他方じゃあでも解散・総選挙になった場合そして桜を見る会疑惑とかありますけれどもねでも野党の方がだからといって迎え撃つ野党の方が万全で、えー、いいかどうかっていうところでいうとまだ準備がね道半ばというところがあるのでここはやっぱり急ごしらでで冬打ちのみそぎ解散などを打たれないためにもですね やっぱり野党合流、しっかりね進化して進めていっていただきたいなと思いますすよねねそうです、ね、やっぱり野党が合流して、ですね、はい、足腰を強くして選挙に迎え撃つということが、うんあ、野党の方は必要になってくる。はい っていいう,うに思います、ねはいでまあだからそういう意味で私は1月通常国会始まり冒頭のその2月1月末とか2月のこのみそぎ解散がズドンとやってくる可能性と次にですねまあ,あの4月に補欠選挙4月の14日に 取り行われる今予定なんですねこれ望月先生の、えー、ご逝去に伴いで今回のこのもし秋元司さんなどが議員辞職した場合も、えー、まだ議員辞職はされてませんけれどもそうしてくると4月14日に、まあ、桜の季節の頃ですね、まあ、桜は散り始めてるかもしれないけど八重桜は咲いてる頃あの補欠選挙が行われるわけなんです。で永田町では今4月選挙もなんかあれこれ言われてたりもするんですけど。 知ってましたか、ルタ君。<laughs> まあ、えとはいえですね4月19日に秋篠宮さまの、えー、立皇嗣の礼皇太子になられる立皇嗣の礼というのが執り行われる予定がもう決まっております私はですねこうした皇室宮中行事がある前後におめでたいこういったことが国民的なあの行事がある中で、えー、総選挙等々を打ってくるかというのはちょっと考えにくいかなとちょっとスケジュール的にバタバタしているかなと思います。ですから、えー もしあるとするとこのみそぎ解散そして、えー、東京都知事選が7月にありますよね7月5日投開票この都知事選とのダブル戦なんか、まあ、この辺りはあの、えー、後藤健二さんとかねあの本当にあの本当にもう敏腕政治あの大先輩ですけどあの。 のの論説委員でその後藤さんなんかもそういったことを言ってらっしゃいましたけれどもダブル選挙になる可能性都知事選と、まあ、それらもあの次の再来年の都知事選をの後の都議選を見据えてねそういうことをしてくるんじゃないかとか。はい なそれもちょっと、えーまあ、あの小池知事を自民党が押すのかあるいは独自候補を与党が出してくるかとかその辺にも絡んでくると思うんですけれども、まあ、東京オリンピック前の,あの打ち上げ花火的に、まあ、ここまでただここまで本当に通常国会が無事にねあの波があの高くなくね終わるのかどうかっていうと荒れそうですよね。 はっっっきりてて持つのかって思いますよね通常国会だって、ね、もう桜を見る会でも最後、どたばただったじゃないですか、はい、しかもね、ルタ君にとって生まれて初めての逮捕劇まで見ちゃったという、これちょっとあと、そして、はい、あの大学生、ルタ君大学生ですけど、あの英語の民間テストとか、入、はい、いったもの、大学生の皆さんははっきり言って、印象悪かったですよね、今回まあこれはちょっとのの、やっぱり不手際。うん 理不足っていうのが本当に、まあ明らかになったようなことだったので、うん、やっぱりみんな、あのも、もちろん当事者は高校生ですけれども、うん、大学生も含めて、うん、これは本当に大丈夫なのかっていうふうに思ったっていうのが、 そう,ね、そうよね直近に受験生だったルタくんとか皆さんは本当に大丈夫かなと思うし本当に受験の仕組み自体が変わるっていうことに関して本当に受験生はもちろんのこと受験生のねおか親御さんも冗談じゃないって憤りを感じますよね。はい、はい、っていうようなことなどがあって、まあ、だからそういうねセンター試験後にすぐにみそぎ選挙あるっていうのもまあ感じ悪いよねに、はい、なるんだけど桜が咲く頃に選挙をやるのかみそぎ解散をするのか。 まあ私はこの三択かなと思っていますけど、はい、そうすると、まあ、一番みそぎ選挙でリセットして「みそぎしたんだから」って言って、ね、通常国会を強硬に乗り切っていこうというもう一回引き締め直すっていうことを当然あのそういった不祥事があった方々はあのまあ まあ、野党の方にもねあの初飾先生とかそういったあの離党された先生とかおられましたけれども、えー、この辺り、えー、ちょっと早いうちに危機管理上を、えー、早期に手を打ってくるんじゃないかなというそれとまだ野党がしっかりと合流してないからね4月やあの7月になってくると野党も合流してますよね。 もう絶対その可能性が高くなってきて、はい、野党共闘がバッチリ行われるような状況になってきて迎え撃たれたらこれこれでこれそれはそれで政権与党にとってもこれなかなか大変ですよねですから足腰がまだ立ってないんじゃないかと思う不意打ちっていうのが一番大きいかなというような印象を持ちます。はい、はい なので、まあちょっと年明けもまた予断を許さず、また選挙、選挙、選挙というような状況になるかもしれませんけれども、まあ、引き続き、まあ、積極をちなう、そしてね、ルタ君、あの応援してくださいということで、本当、今年はね、本当に皆さんにお世話になりましたよねはい、あの本当に皆さん、1年間お世話になりました、また、うん、あのああ挨拶も拶っしたっていいですか。うん はいはいあのー、またあのー、こ,うこういうふうな形でたくさんのご縁を頂い,いて、うんえー、この1年、ねえー、たくさん勉強させていただきました、うん、本当にお世話になりました、うん、本当成長しましたよね、えー、なんかお互いなんか、はい、あのねとりあえずもう一戦一戦強くという部分ではルタ君あのスーパーサイヤ人並みに最強にどんどんなってってると思いますけど、はい、来年のまた目標はどんな感じですか <laughs> これをですねま,またあのさらにやっぱり選挙の構成をしっかりとウォッチしていくとともに自分の目を養っていってですね選挙を深く見れるように頑張っていきたいなというふうに思いますいやあの本当にということで本当にあの皆様応援してくださってありがとうございましたそしてぜひ次期衆院選スペシャルこれ渾身の自分たちで自画自賛してはいけませんけどよく頑張ったなかなか面白い評価つけましたね はい。え、で最新情勢本当に独自情報も満載なので、ぜひご一読していただけたらと思いますね。はい。はい。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。えはい。じゃ最後に皆様良いお年をということでチャオです。ありがとうございました。良いおいはい。ご年をお迎えください。ありがとうございます。はい。